尖閣赤町は尖閣諸島周辺で取れた赤町を八重山漁業協同組合が商標登録しているもので、石垣市では今年8月からふるさと納税の返礼品として提供することにしています。市へのふるさと納税はこれまでに85件、総額356万円寄せられ、尖閣赤町 146.5 キロ分を発送することになっていて、八重山漁協の組合員が先週から魚釣島南西の領海内で漁をし、昨日午前八重山漁港に水揚げしました。初日でまあまあ返礼品のキロ数はもう十分に取れたんで、比較的スムーズにトラブルなくもう操業できたのが何よりですね。まあ海保のおかげもありますし。尖閣赤町は釣り上げてすぐに生き締めされていて、下処理をした上で冷凍して発送されるそうです。